時き木学園高等学校サッカー部は、宮城県仙台市青葉区に所在する、常番儀学園高等学校のサッカー部。獲得した全国タイトルは、全国高校女子最多計17回の優勝を誇る。高校年代の大会とは別に、日本女子、サッカーリーグのチャレンジリーグにも参加しており、時き木学園高等学校のチーム名で、登録されている。1995年、 それまで少年サッカーを中心に指導してきた安倍義晴が時は木学園校に赴任しサッカー部を創設。以来一貫して安倍の指導の下全国各地から集まった約40人の部員が寮生活を送りながら練習と学業に臨んでいる。安倍の指導方法は選手一人数とに見て考えることを要求することに特色がある。これは 阿部自身の少年サッカー指導時の苦い経験に基づく育成年代はいろいろなことに対応していかなければならないから選手を型にはめてはいけないとの考え方から自ら学んだ多くの選択肢を選手に提示しながら指導するスタイルによるものである。また、サッカー部創設時の部員数は初心者ばかり5名で翌々年に経験者を含む7名の新入部員が入ってきたとき 学年や経験の差を乗り越え、個性を結びつけていく必要があるとの方針から、学年による上下関係を排していることにも特色が見られる。高校のサッカー部としては、全日本高等学校女子サッカー選手権大会では、優勝5回、準優勝5回、3位2回の戦績を誇る。また、2010年からは強化の一環として、なでしこリーグの回リーグである。 チャレンジリーグイーストディビジョンに参入に連覇を果たすなど前年代を対象とした大会でも一定の戦績を収めている。ホームスタジアムは宮城県サッカー場を主として使用している。なお、なでしこリーグは全国高等学校体育連盟管轄外のリーグとなるため参加にあたって学校から金銭的な支援はなく、安倍監督のポケットマネーや個人講演会の支援で、 参加を続けているという。2011FIFA フフ女子、ワールドカップ、日本女子代表メンバーのサメ島や田中アスナ、熊谷咲を、はじめ、数多くのサッカー女子日本代表や、なでしこリーグ所属選手を輩出していることでも知られる。選手権で、初優勝した2002年決勝の舞台、ヤマハスタジアム同じ宮城県仙台市にある、清和学園高校も、 女子サッカーの名門であり、聖和学園は1992年度の第1回全日本高等学校女子サッカー選手権大会で優勝したほか、1998年度と2001年度にも優勝している。時は木学園は安倍監督の下で着実に力をつけ、1998年度から2000年度までの東北大会で3年連続準優勝し、2001年度には 初めて東北大会で優勝した。翌2002年の全国高校女子サッカー選手権決勝は、清和学園との宮城県勢対決となり、2から0で勝利した、常番木学園は初めて高校選手権で全国優勝、前年度と合わせて宮城県勢が高校選手権で2連覇した。この初優勝を機に一気に知名度を高めたとされている。 サメシマアヤが在籍していた2003年度から2005年度は、時は昨日、夜明け前だった。2003年度から2006年度にも、高校選手権で決勝に進出するも、2003年度は、鳳凰、2004年度と2005年度は、上村学園、2006年度は、藤枝純心に敗れ、4年連続で準優勝だった。2008年度と2009年度には、 高校サッカー選手権で2連覇を達成。2008年度は決勝で法王高校に2009年度は決勝で上村学園高校にリベンジを果たしている。高校サッカー部だけでなく、クラブチームも出場する全日本女子ユースサッカー選手権大会では2006年度から2008年度まで優勝して史上初の3連覇を達成。2008年度には 熊谷咲や桜本久子らを擁し、決勝で浦和ジュニアユースレディースを下している。2010年度の高校選手権決勝は、日野本学園に敗れたものの、2011年度には大阪桐蔭を破って、2012年度には上村学園高校を破って、それぞれ連覇を果たした。2012年度の準々決勝では、藤枝順心相手に PK 戦にもつれたが、 GK、林崎萌えただが日本ストップする活躍を見せている。2013年度の高校選手権は、伊藤美紀や白木星らを擁したが、準決勝では、前年同様に PK 戦となった末に、藤枝淳心に敗れ、史上初の三連覇はならなかった。翌2014年度の高校選手権では準決勝で、藤枝淳心に、PK 戦でリベンジを果たし、2年ぶり11回目の、 決勝に駒を進めたが、決勝では、日の本学園に、PK 戦の末に敗れた。2009年に、日本女子、サッカーリーグ2部相当のチャレンジリーグが翌年から、東西リーグに拡張、分割されることが発表されると強化の一環として、参加の意思を表明。2009年11月に行われた、チャレンジリーグ参入決定戦 B グループで参戦全勝により、 チャレンジリーグイーストへの参加を決め、以後、なでしこリーグに参加している。2010年からチャレンジリーグイーストを2連覇。2012年のチャレンジリーグ東西統合に伴い、チャレンジリーグに所属した。2012年シーズンは6位に終わるものの、翌2013年シーズンには、佐々木美和が14得点、伊藤美希と白木星が13得点するなど、攻撃力を武器にして優勝。 2014年はチャレンジリーグで8位となった。2014年から3年計画で行われるリーグ改革の一環により、なでしこリーグがプロセミプロのクラブを前提としたリーグ構成に改められたことを受け、2015年からは3部に相当するチャレンジリーグイーストに所属している。2015年シーズンはプレーオフを制してチャレンジリーグ優勝を果たし、FW、 小林理香子が得点王にも輝いたが、なでしこリーグ準加盟資格を許さないため、チャレンジリーグイースト残留となった。皇后杯 JFA 全日本女子サッカー選手権大会では、ケイ和ワや中田歩美メラらを擁した2010年度の第32回大会で、3回戦でその年のなでしこリーグ王者の日テレベレーザを PK 戦で、準々決勝で、 同じ高校勢の藤枝純心高を破り、ベスト4に進出。準決勝では、イナック神戸レオネッサに大敗したものの、高校勢としては、史上最高成績となる3位となった。2014年度の第36回大会でも2回戦で、スペランツァ FC 大阪高槻を破っている。2019年シーズンは、チャレンジリーグで、イースト・ウエストを通じての再開に終わり、 福岡 J.I. クラスとの入れ替え戦にも敗れ、地域リーグ降格となった。ありがとうございます。